どうも、MAです。ピュアラの皆さん、ビューリーようこそ。こんにちは。こんにちは、皆さん。はい。まずは乾杯です。乾杯。チーン。お疲れ様です。お疲れ。最近みんな何かフィギュア買いました？なんか新しいやつというか、届いたやつというか、ゲーセンというか。どう？みんな。どんな感じ？っていうかさ、純粋にさ、ちょっと疑問に思ったことがあるんだけどさ、みんなさ、生活してるじゃん、日々。はい。毎月さ、一番かかるお金って何なんだろうね。家賃じゃね。一番そのかけてる金額が高いもの。うん、家賃かな。家賃じゃね。家賃か。家賃は確かに高いね。家賃か。家賃ではちょっとのどこかなじゃん。いやでもどうだろうな。例えば家賃1万円のところに住んでる人とかいるかもしれないね。そうだよ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 って考えたら食費だよ。確かにそうだ、今東京の基準で考えてやろう。うん、確かに。あのやっぱ変わるよね、やっぱどっ。いやでも田舎だったら食費は別にかかんないな。え、なんで？え、だって交換買いしてるでしょよく。おい、一緒田舎バカにすんなよ。私も田舎出身としては、なんでちょっとそれは許せない。なんで許せなくねえだろうよ。腰がちょっとえ、ブツブツ交換45度ぐらいに曲がった人たちがさ、うん、ね、野菜をよく交換しようだろ。え、でもどうなんだろうね。野菜の交換会は未だにやられてるところは、いや、あれね、めっちゃありがたいんだよ。いや、ありがたいよ。だってさ、本当に、だって、例えばトウモロコシ100本あってもしょうがないってなった時にさ、うん、せめて半分トマトにしたいとかさ、うん、なるじゃん。いいよね。ウィンウィンじゃん。うん、本当にウィンウィン。お金かかんないよ。そうだね。まあまあまあ、でも、食費はでも、まあ別に東京にいようが、そう、地方にいようが、あの結構外食が多い人とかもいるだろうし、うん、ね、自炊の中でもとにかくお金かけてないって人もいるかもしれないから、うん、私は結構エンゲル係数高めなんで、あの食っていうところに関してはわりかしちょっと高めにしてるかな。うん、じゃあ税金だ。なんか生々しい話出てきたらちょっとやめにしましょうか。いやいや、まあまあそうだね。いやでもやっぱりこうなんだかんださ、ビオラさんの中だと、うん、やっぱこうフィギュアとか、うん、まあなんかサブカル代というか、うん、まあそうなんて、まあ、またなんかわかんない、ちょっと結構広めに行っちゃったけれども、ああそういうものには結構なんだかんだお金かかっちゃう、嬉しい悲鳴だよみたいな方は結構いると思うんだよね、やっぱりなんだかんだ、やっぱり、うん、うん、なんだろうね、うん、まあでも食費なんじゃない、普通の人は食費かな、うん、やっぱりそうかな、食費は。まあ若い人たちは食費で、年、うん、がどん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 上がれば上がるほど、うん、食費じゃなくなっていくんじゃないかな。何その基準。そうかな、うん、で学生はめちゃくちゃ食うでしょ。あ、でもほら、うん、学生ってさ、わあ、ちょっとそこ意義あり、意義あり、認めません。認めません。いや、学生は、発言は認めない。学生はね、うん、多分あの茶色のものをたくさん食べるんですよ。唐揚げとか、あと白いもの、ね、うどんとか、うん、粉物とか、うん、ラーメンとかで、これって結構美味しいジャンクなものね、うん、パワーは出るけど結構ジャンキーだから、やっぱ結構年々きつくなってくる、たくさん食べるには、うん、で、こういう系は安いんですよ。うん、なるほどね。安いよ、こういうのは。はいはいはい、たくさん食べたとしても安いんだよ。まあ、確かに確かに。うん、ジャンクフード系は。うん、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 そうでしょ。だから一概にそうとも言えんやろ、だから。うん。そうでしょうかよ。まあいいですよ。今日は私はフィギュア、私も月にかけるお金としてはなんだかんだやっぱりフィギュアっていうところはちょっと外せないところではありますからね。まあ、ポップマートとかも含むけれどもね。うん。我々は月で一番お金がかかってるのは何だろうね。わかんない。どうなんですか、ね、経費。経費。まあ、経費は、いや、しょうがないじゃないですか。やっぱり。しょうがないですか。まあ、でも経費、どっからが経費なのかって感じにもなるよね。あ、うん、てか思ったんだけどさ、世の中のさ、経費問題ってさ、あ、経費ところいいよねみたいな感じの考え方あるじゃん、うん、あれってさ、そんなシンプルな問題じゃないよね、思ったけど。いや、シンプルでしょ。え、そう、うん、そう、人の会社だったらね、経費使っていいもんね、別に。悪いやつ。なんだよ、悪いやつ。だってさ、帰ってくんの。だって俺サラリーマンの時代とか、経費だ経費だってなってたもん。まあでも確かに、別になって自分の会社じゃないもん、まあ、確かに、うん、でも自分たちが例えば経費経費で使っても結局払うの自分たちだからね。まあ我々の場合はね。まあそうだよ、うん、
でもさ、よくよく考えたらさ、うん、あれだよ、まあ我々はタッグ組んでやってるから、まあ、あれだけど、うん、会社に所属してるってなったら、うん、だって給料とかね、そういうのあるから、うん、例えばじゃあ、うん、年収300万円ですってなったとしたら、うん、会社はその自分が300万円もらってるかもしれないけど、うん、ね、営業だったらね、うん、5000万円売ってんのに300万円しか年収来なかったらさ、うん、4700万円どこ行ったんだってなるじゃん。それ会社の利益になるわけでしょ。うん、そしたらもうなんか経費なんていくらでも使っても湯水のように使ってもいたら5000万売ってきたんだからみたいな。そうだね。余計考えたら、じゃあ私も経費で後で焼肉食べ行こうと。これ残念だよ。なんでいいじゃん、別に経費なんだから。経費なんだからいいじゃん別に。おい、自分が行ったんじゃん。おい、自分たちなのかよ。自分たちのもうねえ、みんなね、自分たちの血がなくなってくんだぞ、もうそれは。そしたっけ、私が言ったやつか、それ。うん、そうだよ、自分たちはね。自分たちは、そう、自分たちの活動資金がなくなってくだけだから、それはもう自分で自分の首絞めちゃうんだよ。チーム MA の活動ができなくなっちゃうじゃん。そうだ、チーム MA の活動資金焼肉に消えていくから。やばい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 。やばいぞ、それは。新しい練りができなくなっていくから。ああ、やばい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 。やばいやばいやばい。それはまずいだろ。まずい。まずいだろ。まあ焼肉は人の心豊かにするからね。やっぱ定期的に食べなきゃダメではあるけどね、やっぱり。うん。説得してんの、それ。うん。まあね、みんなね。でね、今日はね、フィギュアを開封していきたいと思います。はいはいはい。これ知ってるかな、みんな。いやー、知ってるかな。ちょっとこれを機にね、知ってくれたら嬉しいんだけど。そうだね。こちらです。じゃ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 ーん。ちょっと見にくいと思うから開けますわ。うん、これなんだけどね、藤本よしきさん原型師の、私がすごくね、結構好きな原型師さんのお一人で、うん、のオリジナルフィギュアの、あ、じゃオリジナル、本来ガレージキットで売られてるんだけれども、うん、販売されてるじゃないですか、オリジナル作品とかってよく。 それがフィギュア化されたものなんだよね、これは。だから非常に嬉しいシリーズなんです、これは。うん、寿屋さんから出ております。で、こちらがね、多分ね、届いた方もいると思うんだけれども、よし、なかなかクオリティが高そうでさ、これ私デコマスも見たことあるんですよ。うん、藤本さんご本人が塗装されたものね。うんうんうん、すごく繊細でね、美しくて。あ、ことぶき屋 TV のさ、もう、インタビューかなんかで。そうだし、そうだし、みんな、私ほら、スカルプターズでさ、ラオウがさ、表紙に載ったじゃないですか。はい、はい。わかります？うん。あれの隣にいた子です、まさに。うん、そうだね。うん、うん。今、あーってなった人いると思う、多分。うん、あーって。今、スカルプターズ持ってる人見てみて、私の買ってくれた方。ちょっと、あー、その子だーってなるはず。これやーって。これやーって。じゃ、じゃ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 んでございます、じゃ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 んで。じゃ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 んか。これはね、いいよいいよね。あのね、ケイティムーンです、ケイティムーン。いい名前やね。いいよね。かわいいよね、めっちゃ好き。うん、私ね、結構この子めちゃくちゃかわいいって本当に思って。うん、マジでゲットしたかったから、本当に今すごく嬉しくて、うん、なんと言ってもね、これはおしゃれなのよ、一言で言うと。そうだね。そう、こういうフィギュアはね、すごくね、好きなんだよね。好きだよね、私も好きでした、こういうの。マジで今、飾りたくてワクワクしてるもんね、これ。ほい。おしゃれなフィギュアってね、やっぱ新しいじゃない。おしゃフィギ。おしゃフィ。おしゃフィギ。キャラクターものもさ、もちろん作品が好きだからね、うん、当たり前だけど好きなわけじゃないですか、うん、ただ私はこういうそのいわゆるビッグタイトルとかのさ、キャラクターじゃないオリジナルシリーズだったりとか、うん、そういうフィギュアも私好きでさ、うん、うわー、めちゃくちゃ綺麗だな。すごいね。あ、本当に綺麗だわ、見て。じゃーん、やば、マジおしゃれじゃない。あー、すごい好き。すごい好き。あ、顔、あ、ね、やっぱりさ、なんといってもさ、このフィギュアの一番の見どころってこの肉感だよね。あ、このつまめそうな、これフィギュアなのにこの肉肉しさよ。うん、いや、これ本当に素晴らしいよね。硬いんだよ、これ、うん、ほら、カチカチカチって。はいはい。ちょっと今不思議な気持ちになるでしょ、今日こことか今日。わあ、カチカチ言うんだみたいな。どういうことやねん。え、だから本当だったらこれリアルだから、めちゃくちゃ、うん、
モニモニってしそうなわけですこの画面越し。そういうことね。そしたらカチ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 っていうね、はいはい、感覚に陥る感じの。どう？もうここにちょっと置いてみるわ。ちょっとここに。ほら。ちょっとそこ。そこもちょっとむずいでしょ。そこ。ちょっと。いや今見えるところだと思って、ちょっと確かにむさかった。そこむさいでしょ。あ、じゃあここにちょっとここに置いてみるか。ちょっと一緒にね。こっちの方が世界観は多分あるね。ほら。ほらもうほら。あ、そこはいい。ほら。見てほら。うん。どう？ほら。そこいいね。かわいいよね、こうやって置いたら。ほら見てよ。確かに。これはね、いろんなとこに置きたくなるやつだよ。例えばだけれども、レコードのとこに置くとかね。うん、なんかさ、こういうフィギュアってさ、うん、フィギュアケースの中に飾るのもいいけどさ、うん、フィギュアケース以外のところに飾る方が、俺は映えると思ったんだよね。わかる。本当にわかる。なんか、うん、なんだろうな、例えばだけど、まだ開封をしていないコーヒー豆の棚とかね。うんあとは、あ、でも分かる。うん、なんかね、あの、そういう感じのとこに置きたい、私は。はい、ちょっと隣に、ちょいおしゃれな花瓶があったりとか、うん、造花があって、うん、じゃあ CD、レコード、DVD、うん、本。なんか、さまざまな本ら。本ら？さまざまな本ら。なんだよ、それ。本など、本たちなど、はい、とか、あと、絵画。ポスター、パブリックポスターもういいもういい。あ、ランプシェードとかね、はい、そういう空間をね、私もね、今後たくさん作りたいと思ってるんだけど、うん、そういうところにたくさん並べたいなっていうフィギュアの一つ。うん、で、ここにそういうところにわーって並べて、こういうおしゃれなフィギュアとか置いて、私のあの、角井戸のさ、この前作ったね、はいはい、アクスタとかも並べちゃったりとかしてさ、うん、なんか自分の好きな世界観を作っていくのが、うん、楽しいじゃん、めっちゃ。そのコレクター欲っていうのかしらね、うん、コレクターっていうとまた違うかもな。そのマジで飾りたいっていう視点でのコレクターっていう感じ。ここで私が今言ってるのは、うんうん、好きなものに囲まれたいみたいな、うん、より日常をもっともっと彩り豊かにしたいみたいなさ、うん。でもそういう世界観ね、好きな人結構ビアラさんにも多いと思うんだけど、うん、少なからずこの我々のチャンネルを見てる方は多いと思うんだけど、うんうん、そうね。私はだからね、このフィギュアはね、あの、そういう枠に入ってて、私の中では、うん、あとね、藤本さんはね、マジで造形が本当にお上手なんよ。そうだよ、藤本さん、すごく造形が本当にお上手な方やからね。ね、うん、でね、何がすごいかってね、私の奥は語れんのやけど、造形に関してはね、うん、いろんなテイストのものを作れるんですよ、うん、それってすごいことだと思うんですよ、うん、例えばこういうジャンルしか作れないっていう、苦手ですみたいなこととかもあり得るとは思うんだけれども、うん、得意ジャンルはどこなんだろうって思っちゃうぐらいな。まあ、例えばそうだな、女の子のフィギュアであれば、例えばこの子はすごくふくよかで、すごくこのもちもち感がたまんない感じだし、うん、すごく可愛いじゃん、うん、だけどめちゃくちゃスレンダーな子とかも、そう、超スレンダーで雰囲気がある感じのミステリアスみたいな感じのテイストのものも結構作られたりとかするし、うん、それこそキャラクターものとか作らせても絶対にうまいし、うん、みたいなさ、うん、やっぱ造形がこんだけ自由自在にさ作れたらさ、マジで楽しいだろうなって思ったりする、うん、私もだからいつかはちょっとやりたいなと思う。本当に夢ですね、私の一つは。いいじゃないですか、うん、夢は大事ですか。大事大事大事。だってでも造形はさ、やっぱりさ、練習しないと上手くならないけどさ、うん、まあ多分手造形にしても 3D なんかでデジタルにしてもさ、そうだと思うんだけれどもさ、私だから作りたいなって欲はさ常にあってさ、うん、この前ちょっとガッツ作ったじゃん。だからそれでちょっとだけは満たされたよ、ちょっとだけは。だけどやっぱりまだまだ全然まだやりたいみたいな欲はあるから、うん、いつかまたやりたいね、うん、って感じかな。でもどう、マジで可愛くない？これ付け替えパーツついてて、これキャンディーがついてますよ。いいですね。ここがだから手首がさ、これついてるじゃん、このアクセサリーが、うん、でここで私キャンディーで話しとこうかな。キャンディー可愛いな。
じゃーん、かわゆー、めっちゃかわいい。あとね、これね、私すごくね、あの塗装ですごくね、好きだなと思ったところがね、この目、目いいよね、この立体感。あー、なるほどね。ピントが合いにくいけど、ちょっと待って、あ、これインカメだからピントが合わないのか。そっかそっか、これ、でも、あー難しいね、ちょっと伝わるかな、ちょっとごめんね、引き目。かなりね、いい具合のね、このグラデーションが入ってんだよ。うん、ここに関してはね、ちょっと筆で描いてるのかなっていうようなパキッとしたぐらいのグラデーションでね、うん、それがまたいいんだよね。なんかすごく、これは実物も見てもらいたいな。そういえば私ことぶき屋さんの秋葉のところで、うん、私さ、本の中にもさ、本の中でアニメネルギー系の教科書で言ったアリアの天使のやつみたいな、あれの 3D 二次元彩色バージョンを飾ってたんですよ、うん、その時に実はね、その時も隣にいたんだよ実は。嬉しい、嬉しいことなんだよこれは、すごくね。だから私にとってもさ、結構さ嬉しい意味でさ、なんか私が作ったわけじゃないのにさ、愛着が結構湧いててさ、ちょっとみんなにも見せたかったんだ。どうですか、めっちゃいいっしょ、これ超好きだわ。多分ね、刺さってる人本当いると思う、この方も、うん、いいよね、うん、めちゃくちゃいいです、はい、忘れましたね、別に頼まれたわけじゃないけど勝手に宣伝してます。で勝手に宣伝をしてます。よかった。でも、マジでさ、あれだったわ。あの、フィギュア、すごく再現度高いわ、めちゃくちゃ。うん、今、すごいね、ほんと、フィギュアもね。そうだね。マジすごいね。これは、ワクワクするね、ほんとにね。そうだね。こんなんだって、ね、これさ、会社のデスクとかに飾ってみ？みんなに声かけられる、多分。何ですか、その可愛いやつって。言われるよね、絶対。確かにね、絶対言われると思うわ、多分なんか、そういうさ、話のきっかけにもなりそうじゃない、話のきっかけにもなりそうじゃない、そんな目的で飾れた人もいないと思うけどさ。まあね、うん。って感じ。はい、今日はね、はい、この KT ムーン。KT ムーン。トリックオアトリート。KT ムーンを開封しました。はい。オリジナルフィギュアをここで見せるのってあんまないと思うんだけど。そういえば、ね、あんまりないかもしれない、ね、あんまないよね、あんまないと思うんだけど、うん、まあまあ今後もまたなんかちょっと紹介したいなと思うやつがあったらこのビオリでは見せていきますね、うん、のんびりとね、はい、っていうことでした。最近のみんなのおすすめとかお気に入りのなんか収穫物とかもあったら気軽にコメントとかで教えてくださいね。いつもコメント読んでます、癒されております、はい、ということでした。また次のビオリでお会いしましょう。バイバーイ。